はいどパラプンテジ J リーグサッカーチャンネルのつっぷんです。ということで今回は序盤戦評価春の通信簿裏編と。 ということで春とは何ぞや冬季過去みたいな感じがしますけどもねさあ、えー、まさかこんなにね、えー、進みが遅くなるとは思ってもいなかったんですけどもねさ、まあ春の通信簿、まあ、序盤戦とか前半戦の、えー、評価と見てもらったらいいんですけども、ね、さあ、えー、今回我々裏列、まあ、アジア王者、まあ、僕はもうつつサポーター歴、えー、20年になるんですけどもねなかなかにいいスタートを、えー、切ることができたんじゃなかろうかと、ね、いうところでさあ今回はポジション別評価とか総合評価とか、えー、今後の展望について話して 話をしていこうと思ってますよろしくお願いいたしますということで一つ宣伝こちら 前半戦大一番、浦戸鹿島同時視聴生放送ということで、明日はですね、鹿島戦の生放送をやりますんで、よかったらみんなで見ましょうというところで、極力スタジアムに行ける方はですけれどもね、スタジアムで声援をというところにもなってきますが、いろんな事情で行けない方はですけれどもね、うちのチャンネルで一緒に見ましょうというところでよろしくお願いいたしますということで、まずこちら。 えこれがえ、裏14節ですねが終了した時点での順位表にはえなってきますがいやー、頑張ってくれてますね、裏レッドソン島で、ね、1試合勝化が少ない中でも4位と、まあ、いうところで勝てばね、2位、特、ま、殊、あうん、点差の関係上3位ぐらいになるのかもしれませんがということで、まあ十分えやってくれているんじゃなかろうかと、ね、いう評価にはこれ、なってきますよね、まあ残り1試合の未勝化が湘南ベルマーレにはなってきますんで、まあ、順位的には、ね、下の方の の対戦カードさあ、えーね、ここからウラ列上にいけるかどうかというところ非常に注目して見ていこうと、えー、思ってますけどもね。はい でこれが、えー、これまでの対戦成績には、えー、なってきますがまあ、開幕2試合の、ね、終わった時点での、えー、絶望感、売られたサポーターの絶望感というのは本当凄すごかったですね、まあ、僕もこの2試合、開幕、ね、2試合に関しては同時視聴生放送やっていたんですけれども、そのとの,の生放送中のお通夜感というのは未だに、えー、覚えておりますし、あの時のサポーターのこうね大丈夫かという不安かという声はねあったんですけれども、なんとかそこからねもう上昇を切る、まあやっぱセレッソ戦の逆転勝ちというのが えー、大きかったですね、あそこで新っ逆転勝ち、えー、することができたからこそそこからね首位神戸にも、えー、勝っていますんで、まあ、上昇気流に、えー、乗ることができているというのが現状のウラレッツには、えー、なってきますだから本当負けがないんですよね、まあ、連敗は1回あった、まあ、この、ね、開幕2試合で連敗はあったんだけどそこから連敗がないとそして5月10日の突戦に関しては特殊な環境下で、えー、行われたゲームですよね、まあ、ACL の後のいろんな難しさがあるゲームで、まあ、負けてはしまったんだけど そっからガンバ戦と広島戦は逆転勝ちということなんでね、まあ、これ逆転勝ちが多いっていうのは今年のチームの特徴なんだけどもそれをどう取るかです、ね、やっぱり優勝するチームってでも前半のうちとか最初の試合を決めてね後半楽に戦っていくみたいな先行に行きというのが大体こう優勝するチームの特徴なんでそこのね前半からゲームを決める強さというところはちょっとやっぱ少しで監督もなんだかんだで分析とか試合の対戦相手の映像は見ていると思うんだけども なんだかんだでこうピッチレベルで対戦するのは初めてのクラブばっかりだったんで2巡目以降の、ね、そこは戦いに期待していこうと思ってますけどもね。はい でこれが、えー、ウラレッツのこれまでのデータには、えー、なってきますが、まあ、チャンス構築率も5位というところと、まあ、シュート、てかゴールもだから、ね、一応6位なんですね、1試合平均でいうと1.4とで、これがリーグ6位には、えー、なってきますで、シュート成功率も8位なんで、まあ、オフェンスの数字はだいぶ改善は、えー、されてきたこれ、チャンス構築率が、ね、最初の全然悪かったですもんね。ということで、まあ、オフェンスのデータ、ね、まあまあいいんじゃないかというところは感じますよね。 で守備の指標を見ていくと、一応こんな感じですね、まあ、なかなかこうシュートまで実は持っていかれていない、非シュート数が4位なんで、この相手がシュートを打つ前にしっかり潰すことができているというのが、ウラ列の数字には、えー、なってきます、まあ、非チャンスコーチ空率自体は9位なんで、だいたい真ん中ぐらいには、えー、なってきますが、まあ、ピンチは迎えるんだけどそこからシュートまで、えー、持っていかれていないという数字には、えー、なってきます、で、まあ、非ゴール数も1試合平均0.7、現在リーグ2番目ですかね、まあ、それこそね、えー、消化試合数が少ないんでね、 これは難しいところにはなってきますが、まあ、未消化事例があるとはいえ、現在リーグ2番目に少ない、え失点数で1試合平均0.7というところですね。で、非シュート性功率をもとに、だこれで、ね、西川選手の頑張りがでかい、もちろんショルツとかホイブラーテン選手とか、他の選手のシュートブロックも含めての数字にはなってきますが、打たれたシュートが本当に西川によって決まらないんですね。もう本当に、ね、止まらない成長というところ、本当恐ろしいなという感じがしておりますけどもね。でまあ、得点パターン失点パターンはこんな んなもんであろうというところですねはい でこれが90分間換算平均のスタッツにはなってきますが一応こんな感じですねまあデータとしてはとかスタッツ的にはそんな、ね、優秀な数字というのはそんなに、ね、多くはないまあこれ実質2位とか3位のクラブの数字かって言われたらもうちょっと上じゃないと厳しいんじゃないかっていうのがあります結構こうだから数字とね結果が伴っていないそれこそだからギリギリの、まあ、逆転勝ちとかね劇的な勝利が多いからちっていうのはあるんですけれどもやっぱ90分間で考えた時にはまだまだ数字的にはも の足りなないしし伸びしろは、えー、あるのかなちと、うん、感じていますで、えー、30メートルライン侵入回数が7位で、エリア内侵入回数が、えー、11位なんで、で、ボール保持率が3位なんですよね。ってことを考えると、まだまだちょっとボールを持つ位置っていうのは低いのかな、うん、低い位置、まあ、センターバックとかね、えー、自陣でボール回す回数の方が多いからこそ、エリア内侵入回数というのが少ない、まあ、全体としては少ないというところでしょうかね。だだから30ライインはファイナルのとこまで侵入するんだけど どもそこからもう一歩ね進むにはもうちょっと、そこからねどういう風にチームとしてクオリティをえ高まっていくかとか、そこの課題はもしかしたらあるのかもしれません。まあ、保持率が3位なんで、この保持率もだからどこで持つかですよね、もうちょっと高い位置で持つことができれば、このねえエリア内侵入回数とか、30m ライン侵入回数、この辺がもうちょっと増えてくるえ可能性もやっぱり秘めていますよ、このチームはですけれどもね。ていうのがあるんで、高い位置でボールを持つというのが今の課題かもしれませんね。はい ってことで、ポジション別評価には A なってきますが、A から E の5段階評価ですね。まあ、ゴールキーパーはもう A 評価でしょう。本当ね、僕もいろんなクラブのゲームね見ています。もちろん全試合ではないんですけれども、各クラブのゲームある程度見た中でも、正直、ひいき目なしに今季 J リーグベストゴールキーパーはえー西川であると、これはもう断言できるぐらいのえレベル、本当それぐらいちょっと違います。ちょっとレベルが違いますね、西川に関してはですけどもね。ってことで、まあ、在4中、期待の選手はいるんですけどもね、 で今年に限っては西川の時代は、えー、続くのは間違いないというのは感じますよねで一応これそう、えー、名前の横の黄色い、ね、マークがついてる選手はもしかしたら今年移籍するかもしれないっいう選手には、えー、今年で今年の夏か、えー、今年の夏に移籍するかもねみたいな、えー、選手には、えー、なってきますけどもちょっと分かりませんこれに関してはちょっと別の動画のものを、えー、参照しているんであんまり今回この、ね、名前の横の黄色いマークは移籍するかもねっいう選手には、ね、あんまり触れてはいこうとは思っていないんですけどもね、えー でこの評価ですね。で ディフェンダーはまあ A 評価でしょう、J 屈指のセンターバックは、今季も安定ということで、で控えも充実してるんですよね、まあ、正直、ね、岩波犬飼っていう選手がいるわけです、す岩波もいろいろ言われていましたけれども、なんだかんだでこの数年間のディフェンスラインの安定感と、あと岩波、そもそも怪我をしないというところもやっぱ強みであったんで、ってことで、いろいろ叩かれていた岩波選手にはなってきますが、僕はずっと、ね、個人的にも10年近く応援している選手にはなってきます。 んでまあそういうひいき目もしかしたらあるかもしれませんがまあ岩波が控えにいるというのは相当でかいですよねでその上にショルツ・ホイプラテンがいて、ね、相方犬飼もいるんでこれは控えも含めてまあ A 評価にはなってきますで右サイドバックのところですねまあこれでね酒井宏樹のコンディション不良がやっぱり、えー、ついているこれはもう蓄積したものなんで酒井宏樹に関して本当1年ぐらい休む、えー、気持ちじゃないと難しいんじゃないかなーっていうのはんやっぱり感じますんで残り半年のシーズンも多分酒井宏樹の、えー コンディションと相談しながらですけどもねえ試合に出ることになる右サイドバックはそういうことになると思うんですけどもそこに、ま。あ えー、海外、ベルギーのほか宮本選手は、えー、賛否両論ありながら帰ってくるというところで、まあ、一応宮本選手復帰したんで、右サイドバックの,、ね、この緊急性というのは若干、えー、和らいだ感じもしますで、宮本復帰で補強がなくなるかどうかというのはやっぱり、えー、分かりませんよね、真当たり選手がそれこそ移籍すれば、ねえー、もう一枚左右のサイドバックできるみたいな、えー、万能型のサイドバックの補強もありうるでしょうし、まあ、宮本コメント的には、ね、残り半年は少なくとも、えー、売られてて頑張っていくんでしょうし、まあ、本人 この海外の思、えー、いというのも強いようですし、まあそれよりもやっぱ宮本が、ね、やっぱ之とい中壁がいますんで、必要期間求めてサイレンタルみたいなこともゼロでは、えー、ない、ほんとサッカー界っていろんなことが起きるんで、まあ宮本復帰で、えー、宮本2番手かよーってコメントもね、やっぱり、えー、あって、賛否両論あるんですけども、まあ、ないとも言えない、ここから、ね、サイレンタルとかね、ないとも言えないんで、ね、そこに関して、右サトバックの補強とか、えー、その辺に関しては、生、ま、還、あ、していこうかな。まあ僕は宮本復帰 でもしばらくはいいんじゃないか残り半年のシーズンって、えー、考えた時にですけどもね、それよりもやっぱ優先して補強する、えー、ところはあると思うんで、まあ、宮本に関しては本当、厳しい立場で、いろんな意味でですけどもね、いろんな意味で厳しい立場になっているんだけれども、そこはまあ静観して僕は、まあ良くも悪くも言わずに見ていこうかなと思ってますけどもね。で えー、ミッドフィールダーは B 評価ですね、まあ、伊藤の成長曲線は止まらないというところで、まあ、伊藤、岩尾、鉄壁ですね、若干岩尾のねビートアップの時潰されてる回数が増えているんで、そこは気にはなりますが、まあ、伊藤の成長曲線は、えー、止まらない、まあ、岩尾がいるから伊藤が生きてるとか、岩尾がいるから伊藤がね吸収しているものもでかいと思うんですよね、ん僕はやっぱたまに言ってますけどもね、やっぱりねサッカーの特徴というのは、まあ、同じポジションの選手が相方にいる。 例えば、ダブルボランチで言えば、ね、自分の他にもう一枚同じポジションの、えー、ボランチの選手がいる場役割はやっぱ違うんですけど、もね役割は違うんだけども、もやっぱ同じポジションの選手から、えー、盗むものとか、ね、得るものって相当でかい、だから僕は選手は選手を見て成長する、選手はピッチ上の選手を見て、ねえー、影響を受けて成長するみたいな、それこそ柴崎と小、ね、笠光雄が同じピッチでプレーしたからこそ、ね、柴崎はあんなに、ね、活躍して代表前に上り詰めたっていうのが、えー、あると思うんで、やっぱ、ね、ダブルボランチとかツートップとか、ね、このワンセット。 2センターバックでもいいんですけれどもお互いがこう刺激し合って、ね、いいところを盗み合って成長していくとかだいぶ岩尾みたいに水も甘いもいろんな経験をしてきた選手がいますんでそこから吸収しているものっちの僕は伊藤敦樹でかいんじゃ、えー、ないかと思うんですよね。てことで伊藤敦の成長曲線は、えー、止まらないまだまだ裏にいてほしいというところですけどもねで、まあ、安いも覚醒ではないけども、まあ、だいぶ成長曲線はぐっと、えー、上がった感じがしますよね。本当ね覚醒マジック A なのかなというのは感じますが。 ボランチかな、うん、なんか僕はね、安井の得点力っていうのが、やっぱりボランチだからこそね、見てみたい。やっぱボランチの得点力って考えた時にはですけどもね、やっぱりこうたまにこう、それこそね、糸つきみたいに、安井がボランチの位置からですね、ボランチの位置から糸つきみたいに、えー、高い位置を取ってそこでシュート決めるとかっていうのが見てみたい。もちろんトップ下に置くことによって、えーね、そういうシュートシーンとか高い位置で、えー、プレイする機会っていうのはもちろん増えるんだけれども、ボランチでね、ボランチの選手、本職ボランチの選手 であんだけねオね、まあ、ボランチっていうか昔で言うとジェラードとかね、えー、ランパードみたいなタイプかな、うん。ランパードもジェラードもトップ下ではなかったインサイドハーフとかボランチの選手ではあったんだけど、そっちの方は僕は見て,ない見てみたいかな、うん、っていうのがやっぱりありますので、僕は安いトップ下も全然これは今後ありと、えー、思います。それこそね、即時奪回とか、ね、切り替え、高い位置でボールを奪うという意味ではトップ下に安い選手がいた方が やっぱ彼はボールを奪う力がありますんでねいろんな戦術面で考えたときにまあ高い位置でねボールを奪うとかやっぱりそういうことを考えたら安いのえトップ下っちのはありかなっちゅうは思うんですけども得点力とか分かりやすさを生かす意味では僕はボランチの安いを見てみたいなっちゅうのはえ個人的には思うんですけどもねで B 評価で、ね、ミッドフィーダー B 評価にした理由はやっぱり2列目の得点力不足ですねまあ もちろん個人打開っていう能力で言うと高いですよ、これのチームはやっぱ、ね、大久保、えー、モーベルグ、で早川含めて関根もそうですけどもねやっぱり個人打開とか1、ね、人でボールを運ぶっていう能力は特にサイドハーフはあります。これは他のクラブと比べても そうですけれどもね,こうね個人高い、えー、能力サッカー選手として能力が高い選手いっぱいいるんですけれどもしかしも最後のところです、ねまあ、決定的ないいクロスを上げることができる選手がいるかっていうとそうでもなくてで、えー、まあ得点力があるかっていうとそうでもなくてみたいな、うん、最後のところで何か貢献できる選手、まあ、が必要かなっていうのは感じていますが、まあまあ、どこのクラブも2列目の得点力っていうのは課題があって、ねまあ、2列目の得点力があればどこでもやっぱ上に行けるっていうのがあるんでこれは裏に限ったも 問題ではないんですけれどもしかし、まあやっぱフォワードっていうところが売られつつは現在、まあ、得点力に不安が残ってしたの書いてますけどもねまあそういう事情もあるんでまあ、サイドハーフのところにもうちょっとこう得点力がある選手がいればなスイートップのウィングみたいな選手がいればちょっとね状況は変わってくるのかなっと感じていますんでそういう意味では B 評価から、まあ厳しいかもしれませんけどもねでしかしまあ早川の未来は明るいというところこの17歳は末恐ろしいですね。で フォワードが C 評価ですねやっぱり得点力に不安は、えー、残ります。まあやっぱね、興梠艦艇ってとか特に、えー、頑張ってくれております。艦、ま、艇、あ、に関しては現在公式戦2試合連続ゴール中じゃないか、広島戦はゴール決めていないか、まあ、でも直近3試合ぐらいで艦艇2点ぐらい決めています。ルヴンカップ含めてね。ルヴァンカップ含めて公式戦直近3試合で多分2点決めているとは、えー、思うんで、艦、ま、艇、あの活躍とかね、そこは期待したいところにはなってくるんですけれども、こっからね、日本独特の夏が待って ですねカンテがこの夏にねどんだけね根性を維持することができるかどうか、せっかくこうね調子も上がってきている中でこの暑さっちゅうのがありますんでそこの難しさあるかもしれませんしでベテラン、ロキにやっぱり、ね、期待したいし期待しているんだけれどもまあやっぱこうねじゃあ、このコロここは2桁ゴール決めてくれというのはなかなかに、えー、厳しいですし、ね、難しいですよね。それ国ななのかなていうのかは ありますこう絶対的なフォワードがいて、ね、その控えとか、2番手に好脇とかがいる状況っていうのが割と理想的とは思うんですけれどもね、しかし、まあ艦艇とか林星、高橋とか、えー、この控え組の活躍、控え組中艦艇はもう準レギュラーみたいになってますけれども、爆発に期待していところでございますけどもね。はい てことでの総合評価は A かな正直ね、B か A か悩んだんですよね、うん。なんかね、B、A にするとなんかね、うん、やっぱお前、ひいきめに見てんだろうとか、そういう声が聞こえてくるかなっていうのは、正直ありますし、で、ね、未消化試合があるんですよね。この湘南ベルマーレ戦に負ければ、まあ、間違いなく B 評価とはえ思うんですけども、湘南ベルマーレ戦とかね、ね次の鹿島戦か、明日行われる鹿島戦に勝てば勝ち点が、ね、30に乗るんですよね。うん、勝ち点が30に乗ると、まあ、現状ですけどもね、えー ね、そんなにクラブ数としてはないというところで一応、名古屋グランパスの評価を、えー、僕は B 評価にはしているんですよね。ということでその辺の他クラブとの、ね、これは、えー、兼ね合いって難しいっちゃ難しいんだけれどもしかし、未消化ゲームを、えー、含めると、ね、そのグランパスよりも上に行くとかトップ3に入ってきますんで、まあ、A 評価でも、まあ、そんな批判は、A、出ないかなと、まあ、僕は本当に B 回が相当悩んだので B プラスとかしたいんですけれども、まあ、今の、ね、チームの調子とかね まあ、未消化試合がある中での検討とか、まあ、過去の3年計画とか、見ている中での積み上げとかね、ねで、今があるとかね、えー、いろんなことを考えると、まあ、全然ね、評価として高いのかなっていうのは、えー、感じます。まあ、今回、あくまでリーグ戦の評価なんで、ACL は極力入れていないんですけれどもね、ってことで、まあ、悩んだらいい評価をつけると、えー、僕は決めていますんで、まあ、a 評価しておりますけれども、ってことの未消化試合がある中で、本当、検討していると思いますね。で、えー、無駄にしなかった3年計画の積み上げというところですね、ほんと3 3年計画ってなんぞやっちゅうね昨年のオフには、えー、なっていてね3年計画大反省会みたいな感じには、えー、それぞれなっていたと思うんですけどもまあ今で思うと積み上げとしてはね、うん、全然問題はなかったんじゃないかというのとやっぱ優勝夢ではないというとこほんと期待していこうと思ってますけどもねはいということで今回以上になりますね以上パルプンテージェルサッカーチャンネルのつツんでしたよかったらチャンネル登録さ